の人様、自分の父と同じ年齢の竹下さん、父と比較しても竹下さんオンラインサロン、YouTube、ツイキャスなどいろいろチャレンジしてますねと。その元気のもと精神の根底は何でしょう。私もね、実はオンラインにしても何にしても IT にしても別に全然強くないんですよ。ただまあ、私こうやってまあ今、本当はもっともっとたくさんの方に見ていただけるぐらい実力つけなきゃいけないんだけど、自分がいろいろ勉強したこととかですね、感じてることなどなんかを、人様の前でいろいろお話をして、そしてこうやってご意見が、チャットでいただけて、まあ、ご質問いただいたりして、まあ、それにお答えしたりするっていうこと自体ですね、まあ、とっても好きなんですね、一言で言うと。だからそういう意味で、まあ、意欲があるという面はあるのかもしれませんね。